トススタジアムは佐賀県トス市にある球技場である。施設はトス市が所有し、2013年3月末まではトス市地域振興財団が指定管理者として運営管理を行っていたが、同財団の解散に伴い2013年4月以降はトス市が直営で管理を行っている。2019年2月1日より駅前不動産スタジアムの愛称を使用している。 JR 都市駅構内にあった都市機関区及び都市、創車場跡地に JFL 所属の都市フューチャーズのホームスタジアムとして建設された。トラックを持たない球技場としては佐賀県内最大の規模で、コケラ落としは1996年6月の都市フューチャーズ VS ホンダ技研戦である。ピッチの四辺に平行に、 全面に葬式のスタンドが設けられていて、ピッチレベルを1階とみなしているため、仮想スタンドが2階席、上層スタンドが3階席になる。鉄筋コンクリート構造のスタジアム区体の上部に、鉄骨構造で組み上げられた3階席のスタンドが設けられており、メインスタンドとバックスタンドの支柱は、都市内の遺跡から出土した弥生時代の細型銅剣をモチーフにしている。 メインスタンドとバックスタンドは2階3階とも、全席個別席で、バックスタンド2階席の両端を除いて、ほぼ全面が屋根に覆われている。一方、両、サイドスタンドは2階席が座席のない立ち見席で、3階席はベンチシートとなっており、共に屋根はついていない。バックスタンドと両、サイドスタンドとの間のコーナーは、 幼稚上の制約から大きく切りかかれた形状となっており、2階席最上段のレベルで両スタンドを結ぶ通路となっている。メインスタンド、バックスタンドの3階席は、格列に手すりが設けられている。スタンド1階部分はオフィススペースとなっており、記者室、インタビュー室、本部室、トレーニングルーム、ロッカールーム、会期室、機品室が設けられている。 2005年シーズン開幕より、佐賀のクラブ事務所、並びに公演団体佐賀県、プロサッカー振興協議会の事務所が入居している。大型ビジョンは、アウェー側サイドスタンドとバックスタンドの間の通路部に2006年3月に設置された。初代装置は、井川幸弘が社長を務めるクリークリバー社の寄付によるものであったが、2014年に部分回収が行われている。 これとは別に、アウェー側サイドスタンド3階積載上段に、電光掲示板が、スタジアムの開設当初から設置されている。また、バックスタンド前面に出場選手の氏名を表示する、パネル板が用いられていたが、ビジョン設置後は得点表示、選手表記はそちらに移り、使われていない。広告看板については、ピッチ側や、バックスタンド3階積載前列に設置された。 縦間板、横断幕形式のほか、ゴール裏最前列の直接貼り付け型の広告を貼り付けるためのスペースが設置されている照明設備は屋根と一体型となっており、照明柱はない。施設内は禁煙である。完成から15年以上経過したスタジアムでは設備の老朽化が見られるとともに、J リーグクラブライセンス基準や AFC、 チャンピオンズリーグの開催基準を満たさない項目が一部見られることを踏まえ2013年度から2、3年をかけて一部の施設改修を行った。設備改修はトス氏が主導して J リーグのオフシーズンに集中して行うが佐賀県も支援を検討していた。具体的には以下のような項目が実施された。トス氏では その他の老朽化部分の回収費用年出に苦心していたが、サガントスのメインスポンサーの一つであるサイゲームスが地方創生応援税制の制度を活用して2017年度からの3年間で合計6億8600万円をトス市に寄付することを表明。トス市ではスタジアムリニューアルによる魅力向上プロジェクトを内閣府に申請し、 これが2017年11月に承認されたことにより同事業に基づいて以下の施設改修が進められることになった。工事は三井住友建設が担当し2018年8月から本格化している。トス氏はスタジアムに命名権を導入するため2006年10月31日から11月24日までの間にスポンサー企業を募集したが応募企業はなかった。 2007年に募集を再開し、サガントスを運営する、サガンドリームスの仲介で、福岡県久留米市に本社を置き、雑穀米などの食品を卸売り、直販などを手掛けるベストアメニティが、締め切りの9月29日までに応募し、11月30日に、同社が年間3150万円、2008年1月1日からの3年契約で、命名権を取得、愛称を、 ベストアメニティスタジアムとした。2010年12月9日に3年契約を更新した。2012年、サガンが J1 に昇格したことで、契約料は年間5250万円となった。2013年5月31日、トス氏はベストアメニティが J1 昇格も果たしたので、一つの区切りをつけるとトススタジアムの 命名権契約を更新しない旨を表明したことから新たな命名権者を募ることとなった。募集期間は2013年6月から8月の3ヶ月間で契約料は5000万円以上。今回はサガントスの練習場であるトススタジアム北部グラウンドとの一括で募集する。しかし契約金がネックになり、 この3ヶ月間での応募企業はなく、改めて契約金を引き下げる、ベストアメニティに契約の延長を改めて検討してもらうなどした上での再募集を検討していた。最終的に契約額を3000万円に引き下げた上で、ベストアメニティと再契約を交わし、引き続き、ベストアメニティスタジアムの名称を用いることになった。 契約期間は2014年1月1日からの1年間で、以後、1年ごとの自動更新になる。命名権の再契約について、ベストアメニキ社長の内田博士は、6年間続けてきた愛着もある。地元企業が出てくればお願いするが、長い期間支援していきたいと、長期契約の意向を示していた。2018年11月27日。 ベストアメニティとのネーミングライツ契約が同年12月31日で終了となることを発表。ベストアメニティ側からリニューアルで新しく生まれ変わる節目にバトンタッチしたいと契約非更新の申し出があったという。2019年1月7日から年額3000万以上3年契約の条件で新たな命名権者を募集開始。 締め切りの1月22日までに間に、佐賀県内外の4社から応募があり、栖市の選考委員会が、金額、地域貢献度、経営の安定性などを総合的に評価して、久留米市に本社を置き、栖市にも営業拠点を置く総合不動産会社の駅前、不動産ホールディングスを選定。愛称を、駅前不動産スタジアムとした。 契約期間は2019年2月1日から2022年1月31日までの3年契約で、契約金額は3年総額9200万円と報道されている。なお、命名権採用後は、基本的に上記の名称を使うことになっているが、2011年9月に開催されたロンドンオリンピックサッカーアジア地区最終予選では、クリーンスタジアム規定に基づき、 トススタジアムのスタジアム名称で試合が開催された。このため、バックスタンド中央のスタジアムロゴも大会の横断幕を被せて対応した。国内試合国際試合トス駅6番ホームからスタジアムを望む。ありがとうございます。